テレビアニメ鬼滅の刃刀鍛冶の里編第6話、ハンテング分裂隊と炭治郎たちの壮絶な戦い。第4話から始まった戦いは5話にして最高潮の盛り上がりを見せています。首を切って死なないハンテング分裂隊。遊郭編から明らかに成長している炭治郎と禰豆子は知略も織り交ぜながら上限と互角の戦いを進めます。そして名前の通り、本当に死なない品津川玄弥とハンテングの分裂隊廃絶とのバトル、それぞれの戦いが繰り広げられる中、この戦いに終わりは見えません。そして炭治郎と禰豆子に最大のピンチが訪れました。禰豆子によって吹き飛ばされていた辛くが戻ってくるなり、うちわによって炭治郎と禰豆子を攻撃します。辛くの暴風により地面に押し付けられる炭治郎と禰豆子、その攻撃力は凄まじく2人は気を失ってしまいました。刀鍛冶の里編第6話。6話に入り、場面は時任無一郎の展開に移ります。虎徹の要望で鋼塚や金森を助けに来ていた無一郎、森中にいると思われる玉子の舞と鬼を討伐しながら無一郎は金森との合流を果たします。無一郎の刀鍛冶はこの金森が担当しています。刀が欲しいという無一郎、近くの小屋に置いてあると答える金森。その近くの小屋では鋼塚がより一ゼロ式から出てきた刀を研いでいる。すぐに小屋に向かう無一郎たち。しかし無一郎はある異変に気づきます。何かが来ている。そう、玉子本体が待ち伏せていたのです。ひょっと言いながらその姿を現す玉子。気配に気づいたことに感心し、玉子は無一郎を柱だと認識。柱たちが急いで小屋に向かう様子に、小屋の中に何か大事なものがあると玉子は悟ります。上限の母玉子、ひょひょっと笑いながら自己紹介をする玉子。そして自身の作品を見せたいと言います。何を言っているのかわからない無一郎。壺の中から出てきたのはカヌチの断末魔。全くもって理解のできない玉子の感性。玉子の説明はこうです。まずは手を見てほしい。刀鍛冶特有の分厚い豆だらけの汚い手を、あえて私はそれを前面に押し出した。この作品には5人の刀鍛冶を贅沢に使っているのです。さらに刀を刺すことによりカヌチらしさを強調。このひょっとこの面も無情感や不条理を表現するために残しました。こちらもあえて意図してです。そして極めつけはこのように刀をひねると断末魔を再現するのです。以上が玉子の作品の説明です。やばすぎる玉子の感性、これを芸術と呼べてしまえるのです。刀鍛冶たちはすでに息絶えています。その死体に対し断末魔をあげるように細工しているのです。玉子は鬼になったからこのようになったのではありません。過去人間時代だった頃から、ひいては生まれた時からこのような狂った感性を持っていました。早くに親を亡くした玉子は水死体として見つかった両親の死体を見て美しいと感動しています。そして自身をからかった子供を殺して壺に詰めるなど凶悪な犯罪も犯しています。それが鬼になったことにより力を持ってしまったことでさらに凶悪になってしまったのです。時任無一郎 VS 玉子。いい加減にしろクソ野郎。無表情だった無一郎も玉子の言動にはさすがに怒りを隠しきれません。すぐさま霞の呼吸により玉子に切りかかる無一郎。しかし寸出のところで玉子は壺に身を隠します。玉子の能力は壺の鬼を出現させる他にも壺から壺へと移動する能力もあります。状況を把握した無一郎はすぐさま壺に切りかかります。割れる壺、しかし玉子は中にいません。玉子は他の壺に移動した後でした。気づくと壺がある。どうやって壺が出てくるんだ。これは玉子最大の謎です。玉子は壺から壺に移動します。さっきまでなかった場所に壺が出現し、次の瞬間にはその中に玉子がいる状態。これはおそらく玉子が壺ワープという能力を持っているということに他なりません。壺ワープ、移動地点に壺を出現させ壺から壺へ渡り歩く。原理については不明ですが、壺の中は異空間のような仕組みになっているのでしょう。移動のスピードは柱である無一郎の攻撃スピードにも対応できるほど
一般大使ではまず攻撃を当てられないでしょう。絶体絶命。逃げ回る玉子。自身の作品を理解しない無一郎に対し、とうとうしびれを切らします。そして場の状況を分析する無一郎。逃げ回っているということは、この鬼は首を切れば死ぬ、そう無一郎は判断しました。ここで玉子の反撃。玉子の手に持つ壺から巨大な2匹の金魚が現れます。そして金魚から繰り出される血気術、千本針、巨殺。これを無一郎は屋根を使い回避します。金魚は次に虎徹たちを狙います。虎徹と金森が危ない。救ったのは無一郎でした。さすがの無一郎でも人を守りながら攻撃を防ぐことはできず、千本針を全身に食らってしまいます。そして再度襲いかかる千本針。今度はこれを刀で防ぎます。しかしここからまずい状況に。千本針、菩薩の針には毒が塗られていたのです。そしてつまらない命という玉子の言葉に突如過去を思い出す無一郎。だんだんと頭の中の霞が晴れていく。どんな作品にしようかとはしゃぐ玉子にうるさいと切りかかる無一郎。ここで玉子は罠を仕掛けていました。無一郎を限界まで近づかせ、カウンターの血気術。血気術、水獄鉢。壺の形をした分厚い水の牢獄。簡単には抜け出せそうにありません。鬼狩り最大の武器である呼吸を止められ、このままでは窒息死してしまう。時と無一郎、絶体絶命。そして時を同じくして、刀鍛冶の里に走る甘露寺光り。ここでアニメ第6話は終了するでしょう。鬼狩り全滅の危機。今回、上限の5である玉子の能力が一部明らかになりました。それは柱の無一郎を追い詰めるほど強力。さすが上限の5。柱の攻撃をかわせるほどの目を持ち、異空間を渡り歩く壺ワープ。そして壺から出現させた金魚を使った千本針、巨殺。針には毒が塗られており、一本でも食らえばじわじわと弱っていく。極めつけは鬼狩り潰しの血気術、水獄鉢。呼吸を潰されることで脱出は不可能。無一郎は絶体絶命のピンチを迎えます。まだまだ玉子の実力はこれだけではありません。さらに凶悪な血気術も持ち合わせています。第5話では、炭治郎と禰豆子が反転具、分裂体に敗北。これで残すは、玄野と甘露寺光りだけとなってしまいました。柱の光りがいるので、まだまだ勝機はあるような気がします。しかし、相手は上限2体。一体でさえ柱三人分と言われているのに、甘露寺光りと玄野だけでは荷が重いのは明白。時と無一郎の早急な復活、炭治郎と禰豆子の無事が求められます。玉子の過去。ここで玉子の過去に触れておきましょう。玉子は人間時代、マナギという名前でした。漁村出身のマナギ。彼の血気術の由来は、人間の頃から魚を捕まえて遊んでいたからだと言われています。当時から異常な感性を持っており、動物をいたずらに殺し、違う魚同士を縫い合わせ、壺に鱗や骨を溜めたものを芸術と呼ぶ。こういった奇行を繰り返していたマナギは、周囲の村人から忌み嫌われていました。早くに両親を失ったマナギ。損傷の激しい水死体で発見された両親を見たマナギは、悲しむどころか美しいと感動をしています。両親の水死体からヒントを得たのか、そこからマナギは壺に人を詰め込むような芸術に目覚めてしまいます。マナギはある日、自身をからかいに来た子供を惨殺し、その死体を壺に詰めてしまいます。それを知った子供の親は激怒。マナギを二股盛りで串刺しにします。そこから瀕死の状態で放置されたマナギ。マナギは半日経っても死ぬことがありません。そこをたまたま通りかかった無惨により、マナギは鬼となったのです。こういった経緯から、人間時代からろくな感性を持っておらず、ある意味かわいそうな鬼である玉子です。刀鍛冶の里編第6話まとめ。第5話に引き続き、第6話もピンチが続きます。時と無一郎の攻撃すらかわし、鬼狩りの呼吸を潰せる血気術を持つ玉子。上限の死と合流でもされようものなら、全滅は必死と言えるでしょう。頼りの綱は甘露寺光り。次回はどうなってしまうのでしょうか。今回の記事は以上となります。それではまた。